はい、皆さんこんにちは、アズハウです。やられました、詐欺に遭いました、こういうことってあるんですね。ちょっと、大した被害ではなかったんですけども、同じような失敗を皆さんがしないようためにもこの動画はアップしたいと思います。ことの発端はちょっと、お金をちょっと整理してて、500円玉の整理をしてたんですよね。そしたらですね、なんかおかしいなって思う500円玉があったんですよ。こんな感じでありましてですね、わかりますかね。ちょっと見えにくいな、こうかな。ちょっとなんか色が違うよなって思ってから、なんかなと思って取り出したんですよ。これがですね、日本の、普通の私たちが使っている500円玉。新500円玉ですね。って思って、そう、取り出した500円玉がですね、おかしいなのはこちらなんですよ。500円って書いてて。って思って、なんか違うなと思って。2つ見たら分かりますかね。なんか500円玉おかしいなって思ったんですよ。なんかこっち、なんかこう見たら旧500円玉、もうサイズすごいぴったしなんですよ。分かりますかね。もうサイズほぼ一緒。重さはね、違うね。どうなんかな。なんか日本の方、こっちの方が、日本の方っていうか、こっちの方が、私たちは筒使ってる方が軽い気がしますね。ちょっと、感覚なんですけど、日本のって言ったら、って言ったんですけど、なんでかっていうとですね、もうこっちはなんか500ってなんか、えらいゲームっぽいなって思ったんですけど、パーってこう見たら、なんか、あれって思って、で、これが、こっちは日本ですね。で、ひっくり返したら分かるんですけど、もう分かると思うんですけど、これですね、こう見たらいいか、多分、韓国のやつなんですよね、これは。ハングルかな、違うんですよ。要するに、500円玉ってもらったのは海外のお金やったんですよね。多分これ近所で買い物した時に、お釣りで来てからそのままポンって、入れたんですよ。500円玉あって、500円のお金、多分1万円かなんか5000円とか崩した時にお釣りが来て、まとめてきて、なんとか500何十円ですって時に声が来てから、計算してポンって財布の中に入れて、後でちょっとそっから混ぜたものの中に多分混ざってたんでしょうね。いやー怖いね。これね、最近気づいたから、最近買い物したところってどこなんかなと思ったら、駅の周辺やったんですよ。駅の周辺で、そこをやっぱ、海外の人もやっぱ結構出入りするお店、レシートを見てから500円のついて、どこが来たかなと思ったら、3、4箇所あって、結構海外の人も出入りするようなお店、ちょっと大きいお店だったんですよ。で多分間違って出したのか、もしかしたら日本人かもしれない、海外の人かもしれないけど、間違って出したんだったらまだいいんですけど、ちょっと意図的に出したのかもしれないな。いやこれ危ないよ、ほんまもう分からないよ。しかもね、これちょっと詳しい人に聞いたら、日本円で50円の価値しかないんですよ。50円。わかるかな ?50、500って書いてある50円しかない。ってことは、500円引く50、500引く50は、450円の赤字なんですよ。価値的に。いや、ちょっと待って、450円って、まだこの金額で済んだからよかったけど、
もしもこれがもう偽札とかだったらもうすごい金額になってるかもしれない。もしくはこういうやつがね、もう知らない人にこうどん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 回ってから、万が一自分が声を間違えて私も出すかもしれない。うん、もしくは機械とは自販機とか入れたら、それでカランって重さ違うから落ちてくるかもしれないけど、危ない。これがもしも私間違えて出せたら、これ私偽札、偽札というかちょっとやばい。あの偽札、一応日本ではあの偽札ではないんだけど、日本では使えないお金だから、うん、いやちょっとね危ないね、これ。もう、もしかして私がちょっと犯人になったかもしれないからね。こういう怪しい格好だからね。ほんと。いや、ほんならみんな気をつけてくださいよ。一応これ、もう私も警察にちょっと、これ銀行じゃちょっと多分対応できないと思うから、警察とか行ってから、うん、ちょっとこういうことがありましたってことを報告しようかなと思います。うん、これがね、もう、まあ、間違いだったり、ちょっと、うっかりだったり、また許され、まあ、ちょっと、あれかもしれんけども、うん、いやちょっとねこれもうね危ないよ、うん、ちょっと初めて知った。海外のお金って根本的に違うから安心してたけど、こんなねもう似てる お金が合うなんてね知らなかった。もうびっくりした、うん、ほんま皆さん気をつけてください。あるあるでした。うん、いい勉強になりました。あ、ほんと、うん、もう皆さん気をつけてくださいね、ほんと、うん、特にね今ちょっと全部レジとかももう機械化してるけども、こういう手作業でやってたらこれ分からないから、ほんまもうパッパパで忙しかったらほんと、うん、ねえほんともういちいちこれもう500円玉だ500円玉だって感じで思っちゃうから、うん、これパッと渡されたらもう気づく人何人いるんですかね、うん、いやもう自分結構いい加減にちょっとおつい扱ってもう回ってんだなって分かりました。うん、気をつけてくださいね皆さん。うん、あはでした。まあ、こんな動画になってしまいましたけど、本当皆さん気をつけてくださいね。本当これもうぴったし同じ大きさが、うん、じゃあね。はい、あるはるです。先ほどちょっと警察署に行ってから、その件についてちょっと、まあ、届け出を出したんですけども、まあ、結論から言うと、まあ、既読として残されるだけかな、まあ、だけって言ったらいいんですけど、まあ、という、まあ、記録だけの、まあ、記録を残すということで、終わりました。まあ、理由はですね、まあ、こちらの、500ウォンが、まあ、どこで、混ざったかがわからない。一応私レシート持ってたんですけども、まあ、この数日行ったところをのレシートを全部残してたんですけども、まあ、まあ、確かにそのレシートもらってないとこもあるんですよ。あの飲食店とか、まあ、コンビニとかもあるし、うん。だからどこで混ざったかわからない。で、その故意的にやったことがわからない。うん。もうその事件性、まあ、わざとこれ、本当にそれ、まあ、間違って、旅行行った人が言えたのかもしれない。もしくは、その、海外の方がね、間違って出してしまったのかもしれない。うん。で、その事件性がわからない。うん。うん、ということでね、まあ、いろいろありますよね、本当。うん。で、これがね、もう、また、まあ、本当の500ウォンなんで、これが加工されてるものだったんですよ。確かにこっち重さが違うから、なんか穴開けてたりとかしてて、ちょっと加工したもんだったら、もう、アウトみたいなんですけど、ちょっとまた別なことになってくるみたいですけどね。うん。で、まあ、この、まあ、500ウォン。まあ、だから私450円分損してるわけなんですよ。けど、まあ、それ、まあ、戻ってこないでしょうね。うん。ちょっとこれは、多分、まあ、よくわかんないですけど、どっか、まあ、そういう、海外の硬貨を交換するところで、まあ、日本円に交換してくれって言うんだったら、まだちょっと、まあ、50円ぐらい戻ってくるんでしょうけど、これを500円に変えてくれって言ったら多分難しいですよ。もうちょっとやったこと、もう初めてなんで私も。うん。そんなことがあるんだなってね。うん。いやね、もう皆さんも気をつけてください、本当。うん。今ちょっと いろんなものが機械化、レジとかも機械的にダダダって落ちてくるところとかありますけど、ほとんど結構やっぱスーパーとかもやっぱもう手作業なんで、もう忙しかったらこれ多分もう本当わからないんですよ。うん。
これバーってお釣り返してて、そんな一個一個いくらいくらいくらってそんな毎回毎回チェックする人もいないですよ。レシートをどっちゃがって言う人もいると思いますし、もうここまでもう大きさもあれもちょっと似てるんだったら、最初これゲームのコインかなと思ったんですけど、あれ500円玉けどなんか違うなって思ってから、うんって裏面見たら、おこれ違うじゃんけって形だったんで、本当皆さん気をつけてください。うん、アルハルでした。うん、まあいい勉強になったと思って授業としていただいておきましょう。うん。